今日はですね、こちらコペンのフロントのブレーキパッドを交換していきたいと思います。このブレーキパッドなんですけど、ディクセルの、エキストラクルーズ、まあ、EC タイプっていうやつですね、それを買いました。まあ、純正のものよりはちょっといいぐらいのやつですよね。一応ノーマルパッドの効きに不安を感じてる方とか、ダストの量に不安感じてる人とか、まあ、スポーツパッドやとちょっと高いんで、安く抑えたい方、あと車検用のブレーキパッドに交換したい人に、まあ、最適というパッドになります。で、一応、まあ、ストリートとかワインディングで使うものになります。なので、まあ、サーキットとかちょっとハードよりのパッドではないですね。一応型番が、まあ、フロント用で371058、まあ、鈴木用なんですかね。一応コペン用で買ったんですけど、ここには鈴木用と書いてます。まあ、なので、純正パッドよりはちょっといいぐらいのモデルと考えてもらっていいと思います。今からコペンをジャッキアップして、ブレーキパッド交換していきます。今回の整備には関係ないですけど、やばいですね、溝が。もうほとんどってか全くなくて、スリップラインが削れてる状態ですね。ジャッキアップして、タイヤ外した、状態です。最近乗ってないんで結構錆びついてるんですけど、で今回交換するのがこれね、緑の。前はプロジェクトミューのブレーキパッドに交換して、今回はねこのディクセルの、まあ、先ほど紹介したブレーキパッドに交換していきます。交換自体はとても簡単で、ブレーキパッドだけの交換だとね、ここにボルト1本あるんですけど、これをね緩めて抜けば、このボルトがここね、ここのボルトさえ抜いてしまえば、この、キャリパーがね、キャリパーの下側の部分だけブラーンと上がってくるんで、キャリパーが上がればブレーキパッド両方、内側のブレーキパッドと外側のね、このブレーキパッドが、アクセスできて、取れるので、今回ご紹介するのは左フロントの整備をちょっと見てもらおうと思います。はい、じゃあ 14mm のラチェットレンチ、緩めていきます。はい、ボルトが緩みました。で、このキャリパーをね手前に引っ張ってやれば、じゃーん、こんな感じでねブレーキパッドが登場します。作業中ね、このキャリパーが下に落ちてくると、作業しづらいので、こういうタイラップで、キャリパーのねボルト穴とかにこうやってかけて、ブレーキのホースに力がかからないように、どこかね、タイラップを巻いて固定すればいいと思います。
はい、今回私はね、キャリパーの上のボルト穴を使って、ここですね、ここにかけて、まあ、全体こんな感じでね、キャリパーを固定してます。はい、じゃあパッド外します。でもこれ上と下ここでね挟まってるだけなんで、普通に手前に引っ張れば取れます。こんな感じですね。はい、取れました。あれ普通に残ってそうだな。内側のパッドも取ります。これも外側と一緒で挟まってるだけなので押せば取れると思います。はい、こんな感じでパッドがそんなに減ってないですね。なんかブレーキの効きが悪いと思って交換しようと思ったんですけど。はい、で状態のチェックなんですけど、なんか結構ローターが攻撃されてるんですかね。もうちょっとこことかのね、スリットって言ったらいいんですかね、スリットももうちょっと深かったような気するんですけど、結構削れて薄くなってますね。そんなね、このプロジェクトミオのブレーキパッド、ガチガチのサーキット用とかじゃなくて普通のワインディングロード用のやつを買ったんですけど、確かにブレーキの効きはねかなり良かったんですけど、あと、ピストンの状態がこちらになります。シールの破れはなさそうですね。優秀。パーツクリーナーで、洗浄していきます。はい、じゃーん。こんな感じです、ブレーキパッドとあとブレーキパッドの、まあ、グリスですねが入ってます。パッドグリス塗って組み付けていきます。こちらがディクセルのパッドグリスです。ここですね、ブレーキローターと当たる部分には必ず塗らないように。基本的に塗る部分としてはこのパッドとこのシムの間と、シムとあのキャリパーで挟まるじゃないですか、あそこの部分に塗っていきます。でこっちにつけるとつけすぎるのでシムの方に塗っていきます。もう薄くで大丈夫なんで、むしろ多く塗りすぎるとね、まあ垂れたりね、広がってはいけないところに広がってしまったりするので、それだけ注意してくださいね。はい、こんな感じで結構雑なんですけど、こんな感じで全然大丈夫だと思います。はい、こんな感じで、ブレーキパッドのグリス塗り終わりました。これさっきまでついてた、パッドなんですけど、これにねシムがついてるんで、このシルバーのやつですね、これ外してこちら新品の方に取り付けていきます。そうですね、
シムもまあ簡単に洗浄して、はい、でこの内側ですね、グリス塗ります。もうほんまに薄く伸ばすだけで大丈夫なんで、これも同様に塗っていきますね。はい、こんな感じで、これ内側のパッドなんですけど、外側のパッドもね、同じようにシムがあります。はい、まず外側のねブレーキパッドはめていきます。はい、こんな感じです。では内側もつけます。この、ピストンキャリパーをウォーターポンププライヤーで挟んで、戻していきます。ピストンが戻るとこのね、ここのブレーキオイルが溢れてくるので、必ずね抜いておきましょう。今ね入ってるブレーキオイルがこれぐらいなんで、まあ溢れてこないかな。まあ、私はちょっとねこの状態でいきますけど、皆さんはまあ溢れてきそうであれば、まあ、ウエスで吸うなりね吸ってください。はい、ウォーターポンププライヤーがねこちらの工具になります。でこれをね、こういう感じで挟んで、キャリパーをね縮めていきます。先ほどよりねこのピストンがこっち側に行ったのが分かるでしょうか。ピストンが押し戻ったので、ここのねタイラップを切ってね、キャリパーをねこのブレーキパッドの上に戻していきたいと思います。タイラップを切ってキャリパーをはめます。はい、はまりましたね。こんな感じです。あとはねまた最初のここのネジですね、ここのネジをね、締めていったらブレーキパッドの交換終了になります。このパッドグリスをねボルトに塗っとくと焼き付き防止にいいと思います。こんな感じですね。ボルトを入れていきます。はい、取り付け完了しました。あとはね右フロントのブレーキパッドも交換して、ここのブレーキの液量をねマックスミニマムの間に入れたら交換完了です。はい、ということでね、ブレーキパッドの交換どうだったでしょうか。まあ、やることとしてはねとても簡単なんですけど、ただ、
ブレーキ交換はねミスをすると事故の原因になるので、必ずね、自信のある方はね自分でやられてもいいと思うんですけども、そうじゃない方はね専門の業者の方にやってもらうようにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。